テニスファンの皆様ごきげんよう、トモヨ夫人です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そっちなんですね。あーたんね。ということで引き続き、はい、松井トモヨさんにお越しいただきました、はい、現役時代、ま、WTA のランキングだけ見ると、ま、シングルスもダブルスも、ま、同じぐらいのランキングだったようには見えるんですけども、トモヨさんの中ではやっぱりダブルスはほとんど練習されていなくてっていう。したことない。シングルス回っていく中で、まあ、一緒にダブルスも出て、そう、まあ、シングルス出てる選手はそうですよね、ダブルスだけを選手はね、あの、トシュもそうだけど、ダブルスの練習を毎日やるけどね、まあ、僕らもダブルスの練習って現役の頃はあの やらなかったです。2、1でペアボレーやるぐらいで、まあそうですね、なんか今みたいにボレーボレーを近距離でやるとか、なんかそんなのなかったですよ。なんか反面でね、練習するとかっていうことはほとんどなかったですね、プレースタイル的に。でもネットプレーされるじゃないですか、はいはい、そんな変わらないからね。私はストロークだったから、サーブとか、ネットプレーの練習のボリュームみたいのめちゃ低くて、とにかく一生懸命打つみたいな、ラリーをするみたいな。後ろで小室さんからダブルスレッスンのモニターになりたいと。モニターになりたいと。あまりないオーダーがございましたということで、ウェルカムですなので、と言っていただけるなら、はい、上級レッスンにはなるかと思いますが、はい、やっていきましょうということで、はい、お願いさせていただきます。ダブルスの中でもどんなことを、多分女性とか一般の方多いのはバックのここやっぱ力入りにくいんで、バックのこっちにポーチ行きにくい、フォアはね、ちょっと行きやすいけどっていうことだ。でも、デュースサイドの人は必ずやっぱこっちも少し、そうですね、はい、出れないといけないところもあるんで、ただ行きたくても一歩引いちゃうみたいな。なるほど、届かない、届くちょっと微妙な距離ってことですね。そうですね。じゃあですね、アドサイドバック側でクロスラリーをしているところを、ポーチに出るとかボレーで決める、ね、っていうことをやりたいということですね。はい、はい、分かりました。やっていきましょう。じゃあやっていきましょう。はい、お願いします。お願いします。テニスラウンジ、それは日本最大級のテニススクール。いや、あんまりサイドに行かないでってやった方がいいね。これぐらいでラリーをする感じかな。ここでのポーチってことだね。そう、そういうイメージ。イメージは、ソーリー、ごめんね。おあ、引いちゃう。引いちゃうし、打点が前すぎちゃうから力の入らないポイントになっちゃうね、こうやってね。なるほど、結局はやっぱ後ろからのこの反動をやっぱつけた方がやっぱ前に行きやすいんじゃない、だここにそもそも立っちゃってここだけ手出すから、まあ、ある程度この辺にいるんだけど、やっぱり近づいていくこの勢いをつけないとパワーに変わんないよね、やっぱ後ろから前。あ、お願いします。あ、ごめん。いい。でもなんとか決まるけど、ちょっと力のないボールが行ってしまう、ね、そう、力がない。パカンっていかない。ここは大丈夫、この高さ。早く来たボールは案外大丈夫なのかな、振らないタイプなの、振らないタイミング、完全にこのだったらもっとステップが多分必要になるかもしれないね、はい、振らないタイプだったとしたらステップの勢いを多分使っちゃった方がいいと思う、うん、うわー今抜ける。あ、無理。これなかなか難しいとこだよね。こっちにもありだと思うんだよね。あ、こっちに、うん、
あのやっぱさ、なんかポーチっていうとどうしてもこの逆クロス方向ばっかりになっちゃうから、両手だったらここをこっちに打つっていうのも意外と力が入りやすいと思う、うん、ここ変えずに。で、遠かったら逆クロスに行ってもいいと思う。狙いすぎて。うん、一回返しといて。そう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 。ああ、なしなしょ。逆クロス系がやっぱ苦手になっちゃうよね。難しいじゃん。俺らも苦手か。力が入りづらい。バックの逆クロスっていうのはこの一発で決めなきゃいけないっていうのはあまり持たない方がいいと思う。やっぱこのポーチに出てもそれこそ近い時だったらもう絶対一回戻した方がいいし、この力が入りづらいんだったら、うん、あの、ね、いわゆる後衛のね、このここもありじゃない、その逆クロスに決めないでこの辺りっていうのもありだと思う、この決めに行くんだったら。なるほど、うん、じゃ出てから決めるみたいな感じですか、うん、もう遠かったら多分逆クロスに行っちゃうと思う、はいはい、遅らしていいから、あの打点そのものを。はい、その辺りでも状況によって打ち方を少し、うん、変えれないといけないと思う。あ、うん、今のいい。だからそれより高いボールが来るとこうなるよね。最悪届かなかったらもう任せちゃった方が絶対いいしね、うん、やっぱここ両手であるがところはやっぱ苦しいですよね、うん、まあ、片手であっても簡単じゃないからね、この浮いたからチャンスではないから、決してそもそもグリップがね、熱いし違うし、こうやって出すから、うん、僕らだったらやっぱりこうなるもんね、うん、あ、こうやって出すからそもそも体の向きも違うし、ある意味横にステップするから、あんまり僕らはこの前にステップしないで、このいわゆる横の方に行った方が力が入りやすい。あ、片手だと。片手だと完全に横向いちゃうから、こうやってきてで、ボール呼び込んでからバンってこっちでキャリオカ使って体開いていく。両手だと、うん、かなりね、厚めで握ってるからね。厚いんですか。厚い、あのこの左手が厚いからどうしてもこの後ろから押すようになっちゃう。だから全体的にその打点は前になりやすいよね、こうやって、うん、本当はね、ちょっとグリップをいじってもいいと思うけどね、この左手をそう少し薄くするのも、あのちょっとやっぱカットに入りやすく、打点、うん、打点を変えられる要素にもなる、はい、引き込んでも大丈夫なようになる、うん、あ、今のいい、いける意外と薄くて、今の薄かと、うん、薄い方が対応は絶対できる。はい、うん、今までは全然あんま違和感ないです。違和感ないでしょ。違和感ないんだったらそれぐらいの方がいいと思う。左手のグリップってあんま考えたことなかった。今すごかったもん。ストローク、こっちだったから。ストロークもそれで握ってた。ストロークはバック、これ。あ、結構熱いんだね、じゃあ。左手だってこうだったもん。まあ、ここ、うん、あの、こう置いて、上から打つんだ。うん、そうか、それ力入らないですね。入りにくいと思う。ね、右手がそんなに熱くない。多分右手も熱かったら左手も熱いのはこれは仕方ないと思うけど、右手が薄いんだったらそんなに左手もは熱くしない方がいい。そうですね、うん、右手普通だから。でもここの高さまではこうじゃない、うん、ここからさらに上になった場合はここからさらに上になったら熱い方が打ちやすいんじゃないの。こうなるか。でも前で捉えなかったら大丈夫だからね、うん、ここで捉えたいっていうのを優先するんだったら厚くした方がいいと思うけども、でもさ、ここまで来たらさ、うん、こうなっちゃうね。あ、そうね、絶対なるよ。こっちの方がいいよ ね、 こ、 ね、この横振りの方がいいこと考えると薄い方がいい絶対。あ、そう、あ、すいません、おい、タイミングと一緒に、あ、オッケー。あ、ちょっと力が入るね。フォアのがやっぱね、力がある。ごめん。ナイ
ましょう。だんだん当たりがこう良くなってきて、パシン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 。あと突っ込みすぎは良くないので、はい、ある程度ちょっと引き込むぐらい見てから、そうそう。どうしても打つこと一生懸命になると相手が見えなくなっちゃうから。遅れたくないみたいな。そう。あラリーが速くなると手がやっぱ速くなるよね、どうしても。ストレートって OK。 グリップがかなり違う、うん、そうするとあの、ね、いつも自分が前に行けるだけじゃないから、はい、ある程度前にステップしてもこう横に動きながらでも薄いと多分うまく横振りが使えるのよ、こっちの力が。でも縦に厚いともうこれ多分横がすごい難しくなっちゃう。うん、ちょっと上向いた感じでいけるもんな。なんかもちろんさ、このフォアだったらこう 前でこういうのはありえるけど、はいはい、あんまりバックで前でっていうのはそこまで俺は必要ないと思うんだよね。ちょっと呼び込むくらい、うん、だって力入る方を優先した方がいいと思う。でもかなり熱かったんだね。ねえ、左手、うん、でも両手ボレーをバックボレーを教えられるっていうのはあんまりなかった。なかったんだ、うん、これ打ったらあの、ね、いやそこまで やんなかったんだボレーをね、うん、でも男性もやっぱバック行きにくいってベテランの人は。いややっぱだから俺ね、前に行こうとするからだと思うの。あそのいわゆる、まあ、僕の考えでは、考えっていうか僕は例えばフォアは前に行っても力が入ると思う、はいはい、それなりに前側なんで。でも、バックって思いのほか前に行ってもいわゆるステップの力は使えるかもしれないけど、ここの力って思ったほど出せないから、僕は横に行った方が力が出しやすい、片手のところっていうのは。だからフォア側とバック側の感覚は一緒にしない方がいい。あ、うん、その出方と出るタイミングを。だから僕はバックの方を遅くする。アドサイドでパートナーがリターンの時に、うん、いいリターン返った時にステップした時には打ってきてから向こうからボール出てから行くぐらいにする。へえ、うん。でもフォアはもうちょっと早く出る。あ、うん、前に行ってもできるし。うーん、トーチイコール前に行かなきゃみたいな意識 ないです。やっぱ斜め前に入るのが、うん、まあ、いいと、うん、でまあ、それは多分その一番最初に習うと、うん、ね、そう、まあ、横に行っちゃうじゃないですか、ま、うん、本当に真横に行っちゃって出力が出ないからっていう話で、やっぱ斜め前に、うん、でそれがすごく頭に残っているんで、やっぱ僕もバックボレーの時にこう行きたくなっちゃうんですよね、うん、そうするともう手首の形変わっちゃうから、はいはい、これ力負けするの。ですけど、うん、まあ、やっぱ引き込むようになっていって、うん、本当に左目でずっと見るぐらいの感覚でいった方が、やっぱ球自体は多分強くいくという、うん、なあれを出せるのかな。ちょっとこれでいかなかったらちょっとあれいやでもフォアとバックが違うっていうのは、うん、想像以上にね、待った方がいいの、このバックは。バックはこう待ってて手が先に行った方がいい。だから今すごく引き込んでる感覚なんですよ。今いい、今いい。で、うん、普通のフォアの感覚でいくとこう、そう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 、なるほど。で、どうしてもやっぱ試合で慌てていくと焦ってこう行きたくなっちゃうんですよね。こういう当たりになってっちゃうんで、これをこう引き、体が先でラケットが後ぐらいの感覚ですね、はいはい、うん、あでもいい捕まりだと思う。あれでも感覚は合ってると思う。ちょっとあとはバックスイングの大きさが大きすぎると振り遅れるし、はいはい、あそうですよ、もっとコンパクトでもういいと思う。お願いします。まあ、多分男性と女性の、ね、ダブルスの違いも多分大きいと思うんですよ。女性のジニタープロでもダブルスはやっぱ眼光人が多いから、うんうん、両手ボレーの方は基本的にはしっかり足が入ってこう押していっ、うん、でもなかなか今みたいなフットワークに、ね、ならないですよね、うん、みんな手が先にこう行っちゃうんで、まあ、フォアは最悪後ろでも
力が入ることもあるから別にもない。でもほとんどの方がバックは後ろだと力が入らないって完全に思っちゃってる人が多い、うんうん、だからこそ前でってなるけど、僕らは前で取れば取るほど力が入らないこともあるっていうのを分かってほしい。次僕とか本田プロはそこまで前に詰めないで、はい、このいい距離感にいたところから行くから、こっからそんなに前に詰めるっていうことはないね。テニスコーチも募集中。テニスラウンジで待ってるね。ちょっとバックボレーでしたが、うん、はい、どうでしょう。いや、まあ、多分ねグリップをちょっとね、今まではもう完全に後ろから持ってたんで、ちょっとそれを変えただけ。もしかしたらバックのストロークもちょっと寝薄くしてみようかなみたいな、うん、躊躇ないですよね。やっぱ現役の頃はさ、正直さ、低いボール来ても膝曲げてクッて入れてるんだけど、もうそこを何発もやること考えたら薄くして簡単にポンって上がった方が、そういう変化は僕は大会ではないから、うまくやるっていうことだから、それは、そうですね、テクニックを身につける、確かに変えるチャンスです、うん、まあね、まあ、まず1ゲームを、まず申し訳ないけど、次はもうゲームを、1ゲーム目が大事、1ゲーム目が。中村さん、ちょっと悲しいお知らせで、本日のダブルスのペア、なしです。残念。怪しい。じゃあこの後は、はい、ダブルスをやっていくということで、はいはい、まあ、今回はね、バックボレーの、まあ、ポーチということでしたけれども、はい、まあ、ぜひ次のダブルスで活かせるようにやってみてください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。佐久間さん、テニスラウンジさんと事業提携させていただきましたけど、具体的に何をしてるんですか？それはズバリですね、テニスラウンジさんのスクール会員向け動画配信サービス、テニスラウンジビデオを共同開発して提供しているんです。テニススクールって普通週1回、まあ、通えて週2回じゃないですか。でここに対して、まあ、何かアプローチができないかというところで、愛さん、小野田さん、そして高尾さんのレッスン動画ですね、 YouTube に配信していない、スタティンでは配信していない動画を400本以上、そして毎月新作のレッスン動画を14本以上出していくことで、週1回しかテニスと触れ合えなかった人たちがそのレッスン動画を配信して見放題にしていくっていうところで、オンラインとリアルが融合した新しいテニススクールを作っていこうっていうことをテニスラウンジさんと一緒にやっているわけですね。まあ、やはりテニスに触れる回数を増やしていくってことが非常に重要だと思いますね。そうですね。ということで、まあ、レッスンがない日に新たな知識をインプットして、でそれをスクールで試したり、まあ、コーチに質問したり、まあ、そのテニススクールというものが、まあ、テニスコートだけではないというサービスにこれでなっていくんではないかなと思っています。でですね、まあ、プロの動画を見ているだけだと、まあ、理解できないことがあると思うんですね。なんですけど、このテニスラウンジビデオなので、テニスラウンジのコーチも同じ動画基本的に見ています、いうことなので、同じ動画を見ているからこそ実際にテニスコートに来た時にコーチも紐解いてくれるというところで、まあ、レッスンの質が、まあ、どんどん上がっていくっていうことを、まあ、我々は想定しておりまして、まあ、これがまあリアルとこのオンラインということで融合した新しいテニススクールが作れるんじゃないかなと思っているということで、我々テニスラウンジさんと一緒にですね、新しいテニススクール作っていきたいと思っておりますので、テニスラウンジさんの情報概要欄の方に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。